ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアート、1688年6月10日から1766年1月1日は、老人王と呼ばれるイングランド・スコットランドの王位請求者。支持者であるジャッコバイトによって、イングランド王・ジェームズ3世及び、スコットランド王・ジェームズ8世と呼ばれる。1688年6月10日に、セント・ジェームズ宮殿で、 イングランド王ジェームズ2世と2番目の王妃、メアリー・オブ・モデナの間に生まれた。イボ姉に、メアリー2世、アン、イボ兄にジェームズ・フィッツ・ジェームズ、同母妹に、ルイーザ・マリア・テレーザがいる。カトリックのジェームズ2世は、先制的な親カトリック政治を行って、議会との対立を深めていたが、すでに最初の王妃アン・ハイドとの間に、プロテスタントの王女メアリーが生まれていたため、 カトリックの王は一代限りと考えられていた。しかしカトリックの王妃メアリーとの間にジェームズが生まれるに及び王位をメアリーと夫でジェームズ2世の王位にあたるオラニエコをウィーをイレム3世に継承させようという活動が活発になっていった。ジェームズは1688年6月に生まれたが、その直後から王妃は死産でジェームズは王子ではないという噂が流れた。これを支持する。 歴史的な証拠は存在しないが、誕生から5ヶ月で名誉革命が勃発、オランダ軍のイングランド上陸から数週間で、ジェームズは母に連れられて、フランスへ避難し、父も、ウィリアム3世によって敗位されて、フランスへ亡命した。ジェームズはフランスで育てられ、ルイ14世によって、イングランドとスコットランドの正当な王位継承者と、認められた。1701年に亡命中の父が死去したため、 ジェームズは王位を継承し、ジェームズ三世、八世としてジャコバイトたちの中心人物となった。ジェームズ三世は1708年3月23日にフランスの支援を得て進行計画に取り掛かり、スコットランド支持者の求めに応じフォースワンに上陸した。もし彼がカトリックからプロテスタントに改修すれば、イボアネ、アンの死後に王位を継承することができた。しかし彼は、 回収を拒否し、イングランド艦隊が現れたためすぐに、フランスへ引き上げ、計画は失敗に終わった。1714年に、姉が亡くなった後はプロテスタントで、またいとこのハノー・ファー戦ンテゲオルクル・ートビヒが、ジョージ一世として即位した。1719年に、ポーランド王ヤン三世ソビエスキの孫娘で、ヤクプルドビックソビエスキの娘、 メアリー・クレメンティナ・ソビエスカと結婚し、チャールズ・エドワード・スチュアートとヘンリー・ベネディクト・スチュアートの二人の息子を設けた。1714年には、フランス軍がスペイン継承戦争でイングランドと、その同盟国に敗れ、ルイ14世は、講和を余儀なくされた。彼はジェームズをフランスから追放することを求めた、ユトレヒト条約に署名。ジャコバイトは、フランスの支援を断たれた。 翌1715年、ジェームズは福井を目指してスコットランドで反乱を先導したが、病気のため軍を指揮することができず、スコットランド到着も遅すぎたため結局失敗に終わった。30年後の1745年にも息子のチャールズが中心となって大規模な反乱を起こしたが、これが失敗したことで、スチュアート町によるイギリス王位奪還の夢は、 完全に追いえることとなった。ジェームズは1766年1月1日にローマで死去し、バチカンのサンペートロ大聖堂に葬られた。スチュアート朝の家系図。ありがとうございます。